はい、今日はリスナーさんのコメントを見て、ね、このね、ワニバーンちゃんですよ。もうみんな知ってると思うけど。でね、こいつ強いのかな？なんかね、いっぱいね、水のとこにね、なんか出そうなんだけどね、潜れないの。もしかしたら、その水、こいつをね、捕まえて乗れば潜れるかもしれない。ちょっとやりたいよね、それ。でね、最初からテンション25？ちょっと待って、この子強いって言われてるんだけど、おそらく俺も先進んで結構レベル上げしちゃってるから、ね、それもなんか、伝えきれないかもしれないけどね、よろしくね。とか言ってフルボッコにされたら笑えるけどな。とりあえず餌投げとこう。餌投げといて、全員テンション上げといて、カブトありしとか。カブトありして、バイキルとして、で、テンション。まあ、これでいいでしょう。まあ、捕まると思うよ。どうですか、これもう。完璧じゃない？完璧じゃない？ちょっと待って、ちょっと待って。このまま、このメンツでいくか。とりあえず叩くぞ。あ、ちょっと待って。全然ダメじゃん。おい、本当に強いんじゃない？これ。銃ですよ。ですよね。ちょっとやばいぞ。こいつさえ！めちゃくちゃ痛い。おいおいおい、大丈夫かこれ。本当に大丈夫か。バイキルとして。でね、キングスライムは弱いから、とりあえず変えたいんだよね。テンション100まで上げよう。あ、やべ、しまった。なんだなんだなんだ。テンション合戦やってるぞ。んで、そこそこ痛いな。じゃあもう一回、魔物の餌上げといて。待てよ、まだだ、まだだ、まだまだ。で、テンション貯める。で、バイキルと、いや、スキルとしとくか。ちょ、念のため。で、テンション貯めます。これでね、100までいきますよ。よしよし。これ便利よなー、これ。25、これならいけるでしょう。で、キングサイム変えたい。こいつ、半端ねえな。テンション5にしてから、絶対攻撃してくるやん。で、一番、メタルサイムか。こうだな。こうだな。まあ、ビビったるもんだけどさ。で、これで、いけるか？よしよしよし。道具投げて、魔物の餌投げて、お願いしますよ。みんな、オラに力分けてくれ！ はぁお、いい、ダビー、ダビー、ダビー。めっちゃいい、めっちゃいい。あ、やばい！うっそ、外した。頼む！以上だよ。しゃー！めっちゃ強えやん、これで。え？今の俺のメンツで、一番レベル高いんだけど。ちょっとリスナーさんの名前つけよう。どうしようかな。 じゃあ、これを教えてくれた人の名前しようかな、今回は。教えてくれた人はね、AA さん、はるさんっていうのか、AA さんにしよう。A.A さん。ありがとうございます。で、そこにね、コメントしてくださってる方もいるんだけど、ちょっとごめんね。A.A さんにしたいと思います。どうかな？みんな、楽しめてるかな？ 大丈夫かな？俺結構これつけるの楽しいんだけど。3にする？ 3にしとくか。 なんかまさか、この情報を教えただけでこのワニの名前つけられちゃうなんて思ってなかっただろうな。で、ちょっと一回乗りたいから、乗り物変えよう。スライムを、乗れるのかな？これ。いけるじゃん。どう、これ。おお、あ、無理だ。ほう、入れない。水の中の動きは速くはないな。ほら、さっきみたいにさ、ここら辺バチャバチャしてたじゃん。あれがね、どうやってね。 こいつ水中からジャンプできる。あ、出てきた。できるんだ、これ。すげえな、これ。 ちょっと楽しいな。 ごめん、なんかくだらないことで俺楽しんじゃうんですよね。ほんとくだらない人間なので、くだらないことで楽しんじゃってごめんね。なんか、とりあえず行こうかな、地下。でね、地下の方ね、一応銅像ね、石像を動かしておいたんだけど、もしかしたら戻ってるかもしれない。どうかな？そうだね、戻っちゃってないね。戻っちゃってないです。じゃあちょっとこのまま、遅っ。 ちょっとめちゃくちゃ遅っ。 何これ、もう。ちょっともう、
ガーガー聞こえるし。まあいいや、変えよう。よし。で、ここをね、あと動かすだけでいけるのよ。でね、一応この奥にね、こいつが眠ってる奥にね、アイテムがあった。もう行ったよ。で、ね、どうしようかな。これを、反時計回りだね。オッケー、来た。こいつを反時計回り。これで、全員が3つ目合うんだよな。どうだ？うん。来た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 。おお、これが上に、あー、おお、うん、なんだこいつ、ちょっとかっこよさそう。でもあいつ絶対引きこもりだよな。俺友達になりそうだな。お、肉が降ってる。降ってるじゃねえや。なんかさっきはね、南條さんのあのね、いろんなものを見てたんですよ。だからちょっとね、体がポカポカしておりますね。体がポカポカしてる。もうなんか雰囲気が あんな感じになりそう。全然伝わんねえ。行こう行こう行こう。どうしようかな。こうしようかな。今思うと、このスライムクソ強えな。HP400 いくじゃん、もう。こっちのね、木刀の竜もね、結構強いんだけどね。あー、なるほどね。あ、でもな、バイキルトとかする必要があるから、まずキングスライムを入れとこうか。ね、うわ、100、ちょっと待てよ。本当にみんな強いな。みんな強すぎて、もう選べなくなってきた。まずは満タンにしとこうか。よーし、行くぞ。行くぞ。よう、お前は誰だ。うん、後ろ姿かっこいいよね。うわ、全然かっこよくね。ホワイトキングか、お前。誰ですか？強豪をブンドルド様の部屋に、お前がブンドルドか。本当になんかもう、お前はどうしてここに、楽園に閉じ込められていたはず。まさか暴食を倒してこの部屋までやってきたのですか。暴食の尻拭いをこの私がやらねばならないとは腹立たしい。あ、そっかそっかそっか。何これ、何がついてんの、頭の上に何ついてんのこれ。え、なんか巨峰みたいなのがついてる。何これ。でもかっこいいな、腕の方だけ見ると。うん、災いをね、早めに断ち切る。ここは、ここで倒さ、いや、倒せるものなら倒してみろよ。まあ楽勝でしょうね。さてと、あー、腕が鳴るぜ。どうしようかな。兜割り、ギガスラッシュは効くのか。普通だな。まあでもいいや。どうしようかな。魔法トラ、普通だな。まずはギガスラッシュ打っときましょうか。で、スクルト、先にスクルト打っとく。でもなんかあいつ結構魔法っぽいんだよな。わ強っ。 1! 勝ち確。あ、まずい、やばいやばい、本当に魔法系だ。やっぱり呪文はな。ちょっと待ってよ。そしたらもう一個カブトル入れれるから、これでもギガスラッシュ打っとけ、勝ってちゃうな。で、バイキルト打って、次のターンバイキルトで、うん、そうだね、いいね、いいね、いいね。これはいくぞ。220バイキルトからの爆裂剣やる俺。これ倒さないよね、爆裂剣やる前に。ラリホーン、待て待て待て、危ねえ危ねえ。ここがバイやられてたらやばかった。じゃあちょっと変えるか。あ、違う、強さじゃない。入れ替えで、スラミとね、この骸骨野郎を入れて、で爆裂剣からの、どうする、どれでもいいな、どれでもいいな。バイキルト打っとくか。あ、いや、普通じゃねえな。まあ迷うな。テンプルで、ライディン、どのくらい効く、ライディン。普通に殴っとくか、いいか。で、どうしようかな、体当たりする。入れておきましょうか。ライディーンが100いく、いいね、いいダメージ。きた、強、見ましたか今の、高速すぎて分からなかった。シュ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 。しかも連携ミニしてかける2倍、最高に美味しいじゃんこの戦い。おお、金玉、ああ、金玉じゃねえ、金玉、あ、ちょっと、ダメだ。自分でつけたってポケツ掘っている。キングスライムね、あんま強くないんだよね、今んとこ。
だからもう、とりあえず早く、なんか素材にしたい。あ、そう、年男だ、こいつの名前。もう自分のつけたモンスターの名前忘れるっていうね。いやー、無事に。なんかレベル上げすぎだよね。ギュルルルルルルル。バカな、この私がやられるなんて。ダメなのです。ダメなのです。お前はこの先には行かせません。この先にある。え、何これ。氷のとこ行けるの？ルキアがいる。そうなの？うん。ルキアと合流させるわけにはいかない。ぐおー。ああ、死んだ。あれか。ルキアは倒せないから俺を倒そうってか。こいつら。ん？誰だ？まさか。あ、違うか。何これ。え？あ、誰の？あ、何もない。俺の嫁出てくるかなと思ったけど、出てこない。リアクターについて書かれている。新型リアクターのテストは成功。秘密基地へと運んで、最終調節する予定だ。敵の残党狩りは厳しくなっている。なんとか間に合えばいいのだが、なんだ、どういうことだ。ここにもあるよ。お宝もあるよ。プラチナ鉱石、ありがとう。で、レジスタンスが書いた日記のようだ。黒は、国鉄の監獄島からやってきている。ほう。倒しても倒してもキリがない。あれほどの戦力をどうやって用意したのか、ルキアと相談して調べる必要。あ、ルキアじゃないやつがいるんだ、ここの。え、これ開くのかな。開かないか。ここ、俺の嫁のやつかな、これ。違うかな。ん、反応してるぞ。ここに沈むのも潜むのも限界。ほうほうほう。先に脱出させた彼女から、あ、彼女だって。え、彼女。え、裏門のパスワードを一緒に隠した。あ、あいつはこのリアクターを調べた時、部屋の装置を動かせるようにしておいた。直接手渡せないのは残念だが仕方ない。なんとかうまく受け取ってほしい。生き残った俺たちの役目は、最後の希望であるあいつのために。誰だろ、あいつって。お前もそのために表現へと行ったんだろ。そうだろ、ルキア。お、また思い出が来るか。セキュリティコードを受信します。室内のシステムにアクセスが可能です。お、これでこれの役目は終わりか。お、何が起きるんだ。うん、またこれ主人公のゴッドハンド炸裂するぞ。正規のリアクターであることを確認。格納されたデータを展開。なんだ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 。お、来た。待ってたよ。会いたかった。このメッセージはあなたがブンドルドを倒したら再生されるものを。あなたの力は戻りつつあるよね。なんだよ、気になるな。でも今のあなたはまだ足りない。え、足りないものが大きすぎる。だから世界をもっと知って。そればっかじゃねえか、お前。私やルキアが生きるこの世界のこと。生きてるんだね、まだ。じゃあ生きてるんだね。で、また大地がくっつくじゃない。あ、違う、これまた生きるんだ。来た来た、これ楽しみだよね。ホラーだよ、ホラー。早く逃げて、急いで、追ってか。先回りされてるぞ。なんてことなの。移動装置は目と鼻の先なのに。さっきの部屋にも頬にも来てる。やばい。そんな、これまでなの。諦めるな。行くぞ、バーディー。おお、来た。こんな現れ方したら惚れるわ、さすがに。卑怯だな。落としちまったよ。今がチャンスだ、みんな走れ。どうした、お前も急げよ。ありがとう。あ、終わり。これ実はルキアって俺でしたみたいなオチじゃないの。違う。うん、移動装置を起動。
あ、これでくっつくのか。来た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 。グイーン、ガチャーン。これで？なんていうとこだろう。モンスターマスター、クンヒロ確認。パスワードのリアクターに、なんか、モンスターマスター、クンヒロ、ダッセーな。これ、標骨かな？ルキアをよく知る者がいる。あ、そうなんだ。いや、ルキアはまだいないんだね。やっぱりルキアは最後のステージかな？てか、ルキアがボスだとどうしよう。お、超魔法来た。あのブンドルドってやつを倒したしか、うん、倒したよ。ん？これでもさ、ね、リアクターだよね、このメガネみたいなやつ。でもなんか右の両サイドのやつ壊れてんな。このリアクターは、探してたもの？あ、そうなの？このプログラムは欠落じゃねえや、崩落。欠。こうしちゃいられない。早速センタービルで試してみる。行っちゃった？ん？礼を言うの忘れてたっしょ。いや、意外といいやつだな、お前。今見つけたらモンスターマスターのための特別なプログラム。あ、なんかあれか。またあれか？試練を。あれかな？それでもしかしたら空飛んだりできるのかな？このガーデンの外に出て裏に回る？あ、はい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 。そこにあるわけね。了解した。じゃあまずはセンタービルに戻って、試験を受けに行こうか。ここでやり残したことないよな、おそらく。じゃあ、そうするかね。そうしましょうか。センタービル、これだな。あ、でも、ん？あ、そうだよな。そうだよな。戻ってこいって言われたもんな。廃校とするか、ついでに。いやー、じゃあ、俺のね、主力であるモンスターを、配合しましょうか。これですよ。このね、ある、いるかな。俺のメイド。俺のメイドと、キラ。これでですね、まあ、これですよ。キラーマシーン。やってきる。強いのかな？なんか、上限がかなり低いんだよね。まあ、2回攻撃確定してるからなんだけど。よし、これ決定。どうしようかな。あれ？あんま強くないな、最初のステータスが。まあまあまあ、いいでしょう。あ、ちょっと待った。攻撃アップ2。まあまあ、いいか。あ、なんかね、いろいろと育て不足なので、どうかなと思ったんだけど。メタルハンターと、どうするこれ。メタルハンターだけにするか。キラーマシーン捨てて。でもなぁ。どうしようかなぁ。めっちゃ迷うなぁ。でも他に入れるものがこれと、素早さアップ？キラマシン。どっちがいい？でもな、こっちになぁ。爆裂剣あるんだよなぁ。まあ、他の技はないけど。まあ、こっちにしとくか。こうしましょうか。これでいいでしょう。はい。配合します。今回名前はね、あの、リスナーさんのじゃなくて、自分の、あの、名前を付けようと思います。自分の名前？クンヒロになるってこと？違う。これね、また俺のね、メイドから進化するよと。俺の、どうしようかな。俺の、何がいい？俺の、下僕にしよう、下僕。下ってあるかな？下っていう感じは、ないなぁ。ないね。ないなぁ。しょうがない。じゃあ、カタカナにしよう。ゲ、ボ、ク。よしよしよし。かわいいじゃん。なんか。かわいいかな。素早さクソ高いね。はい、こんな感じで。まあ、これでいいでしょう。で、なんか来たら教えてやるって言ってたよな。センタービルに。いなくね？小さなメダルは OK なんだよ。あれどこだ？さっきセンタービルうんちゃらかんちゃらって言ってたけどな。気のせいか？あ、ん？ならガーデンの外に出て、ああ、なるほど。こいつはここに残るのか。なるほどね。んじゃあ、まあ、今回はここで終わっておきましょうか。そうだね。じゃあ次のパートもよろしく。次は氷の世界に行きたいと思います。それでは。バイバイ。ちょっとメタルスライム買っていこうかな。